皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はプロになる3つの力、プロになるために必要なものベスト3を話したいと思います。サブタイトル、能力はいらないという。で、まあ、この話に移る前に早速ちょっと顔のマインドフルネスをやってみましょうか。例の今週の変顔です。顔ヨガですね。顔の力、結構ね、顔の力って入ってるんですね、普通の人でも。だから顔をこう ほぐすことを、時々やるといいと思います。このビデオでは最初の、1分ほど変顔をやりますので、できれば皆さんやってみてください。子供には見られない方がいいかもしれないですけど、子供と一緒にね、やるのも楽しいかと思います。では今週の変顔いきます。じわーっとやるんですね。じわーっとやってください。あんまり力を入れずに、でこうじわーっとやめていきます。皆さんできたでしょうか。これに多分1分以上使っちゃいました。早速、プロになるための3つの力、ベスト3を話していきたいと思います。プロとして自分はやっていけるのかとか、プロの条件は一体何なのかというふうにこう、フリーランスになろうとするときにはこうそういう悩みを持ったりするかもしれないですね。なんか怖えみたいな、なんか怖いよみたいな。でフリーランスにならなくても、会社の中とか学校の中でこうなんか専門的なことをやっていく部署についている人も同様の話だと思って聞いていただければいいと思います。で、一応基本としては、その会社経営とか個人事業主になりたいという人が考えなければいけない3つのことについて話していきます。どれもこれは才能ではないんですね。この才能はいらないって書いたんですけれども、これは才能ではなくて、自分が体験的に実践していければいいというふうに、というふうなものです。一つ目は、自由に考える力です。二つ目が執念深く考える力。で、三つ目は、これはちょっとかなり高度なんですけれど、さっさと諦めてリセットできる判断力ですね。この3つで、この3つがなくても、この3つをですね、身につけるために最適な会社へ就活するというのもありだと思います。で、会社に就職してだいたい3つ揃ったなと思って独立していくという道も当然あると思います。で、まず早速ちょっと詳しく見ていきましょうか。まず一つ、自由に考える力。発想というものはこう気をつけていないとすぐ硬直化していくものですね。で、これは年齢に関係ないんです。若いから、柔軟だということはないですね。で、年寄りだから硬いというわけでもないですね。で、またこれは、気をつけなきゃいけないんですが、結構成長してるとね、硬くなることがあるんです。その成長をねキープしようとしている時、それは硬くなってるなというふうに思っていいのかと思います。そうするとその自由に考える力がこう弱まってしまうので、その時必要なものが2番目の力が出てきます。執念深く考える力。これはまたちょっと後で説明します。
で、自由に考える力というのは、与えられたフィールドの中でいかに自由にね、泳ぎ回れるのかということですね。で、これはぶっちゃけ資金力も必要なのかなっていうのはあるんですね。余裕がないとついつい目の前の仕事に飛びついて、世界を狭めていってしまう。で、ここがもう廃藩することなんですけれど、でも資金力がなくても自由にいられることはできるんですね。それはどうやるかというと、その仕事を一生懸命に楽しんでるということですね。これはね、好きだから楽しんでるということではないんですね。一生懸命やっているから楽しい。じゃあフリーランスっていうのは好きな仕事ではないの？って聞かれますけれど、そうですね。好きな仕事だからフリーになってそれをやっているわけではないんじゃないかというふうに思っています。私は少なくともそうでした。じゃあなんでやってるのかというと、飽きないからやってるわけですね。プロとしてやれているわけです。で、自分の過去を振り返ってみると、フリーになった時は、カウンセラーとは違う業種でフリーになってるんですけれども、要はこれまで、サラリーマンとしてやってきたこの業種でフリーになったわけですね。でも、これとこれやっている中で、この業種はカウンセラーとは違います。中でカウンセラーというものが興味を持ってきて、このカウンセラーで起業したわけですね。で、カウンセリングって精神世界といえば精神世界ですし、前は精神世界、自分から縁遠いなと思ってたし、できないだろうなというふうに思っていました。向いてないというふうに思ってました。でも、きっかけがあって入って、で、そこを掘っていったら、自分の鉱脈にぶち当たった感じですね。で、鉱脈に当たったから、飽きないでやれていることができるということなんですね。だから、種まきというのはいつでもやっといた方がいいと思います。興味持ったら、続かないは別にして、種まきやっとくというのは、自由にやるためには必要なことではないか、自由に考えるためには必要なものではないかというふうに思います。とここでちょっとだけ休憩なんですけれど、自由になりたいというと「I Wanna Be Free」という曲がります。モンキーズという曲、グループですけれど、ご存知の方は私と同世代なんでしょうかね。60年代の、アメリカのバンドです。ビートルズに対抗してアメリカが作ったバンドで、で「I Wanna Be Free」っていうふうに歌ってるだけあって、彼らは自由じゃなかったんですね。ビジネスの世界に縛られてしまって自由ではなかった。だから本家ビートルズのような自由な感じで成功はできなかった。短い命のバンドでした。でも、バックについている作曲家とか作詞家が有名な人たちばっかりなので、そこそこのスマッシュヒットは出すんですけれど、この自由になりたいのも、スマッシュヒットしましたが、彼らは自由じゃなかったんですね。で、ここからちょっとまた話を元に戻します。2番目の力、執念深く考える力ということです。これはどういうことかというと、仕事のやり方というので PDCA サイクルというものがあります。聞いたことがある人は大勢いると思うんですけれども、この中の PDCA サイクルの中で、
この執念深く考えるっていう力はこの CA ということをこうやっていく中でだんだんとついてくる力です。要は分析して行動を修正する、まあ、そういう段階なんですね。この CA は、P はプラン、計画です。 Do は実行します。で C はチェック、まあ、その実行したものを分析するわけです。あ、こうなったな、ここは伸びてないな、ここは伸びたな、これは一体どういうことだろう、まあ、そういうことでこう解析してアクションプランを作るんですね。その次の行動 Do に結びつけるためのプランの作成をしていく、まあ、このサイクルをこう何度も何度も回すことによって、まあ、仕事っていうものは改善を重ねてやりやすい方向、安全な方向にこう持っていくわけなんですけれども、効率のいい方向に。この CA がその執念深く考える力をこう養っていくと思います。ですから企業に入るのもね、全然よくて、この CA をつけるために入るんだ、将来フリーランスになるために入るんだ、 CA を身につけるために入るんだ、まあ、そういうふうに思って就活すればいいということです。で、この CA というものは心理学でもその実践的スキルを高めるためにはこう反省的実践が重要であるというふうにこう言われています。ここの反省、自分がやったことを反省して次の実践に結びつける力が必要である、そういうことも心理学では重要であると言われていて、まあ、これはいっぱいいろんな研究があります。参考文献に、ブログの参考文献に、名古屋大学の大学院の博士課程の人がやった研究ちょっと紹介してますので、まあ、よければ、それをチェックしてみてください。ただそれだけではなくていっぱいいろんなところで研究されてますから、論文はどこにでも、まあ、多くあると思います。で、この執念深く考える力というのは自由に考える力と密接に結びついてるんですね。この CA 分析して新しい行動プランを考える時、これは問題点を抽出するためにこう自由にこうその結果をね俯瞰できる力がないとできないんですね。だから執念深く考える力っていうのは自由に考える力とこう密接に結びついているということです。あとは、ちょっとしたことがブログに書いてますから、ちょっと読んでみてください。ここでは話しません。私がこう飽きる仕事と飽きない仕事はどうなのか、私の印象ですから。プログラミングもねちょっとやったんですけれど、これ飽きちゃいましたね。大学生の時から飽きちゃってましたけれど、40何年前ですかね。本当にねこれはその人に合ったものがあるから。でも種まきはやった方がいいかもしれないですね。ちょっとなんかやってみる。で、これは趣味嗜好の問題になってできますから、何やったらいいのかっていうのはご自身が種まきしていく中で、経験していく中で自分で発見していくということになると思います。で、最後に3番目の力、さっさと諦めてリセットできる判断力。こう事業を展開しているとうまくいかない事業っていうのもあります。で、そういう時はやっぱりこう全体を見渡しつつその事業を諦める時、やめる時をこう判断しないといけない。これはかなり高度なもので、これについては私語れませんね。事業を整理したということがないので語れません。ですから
経営学の本でもね、松下幸之助の本とか、本田宗一郎の本とか、読んでみて、その中で自分がいいと思うものを吸収していくようにしてください。私が喋るより、もっといい本がたくさんありますから。ただ、その傷口が広がらないうちに畳むという判断は本当に必要で、そのためには諦める力を養う、それには事業を多く展開しているっていうのが一つの要因になってくるかもしれないですね。事業を多く展開していると、他で補填できるから、これ諦めちゃってもいいかなというふうにすぐ切れますから。だから、さっさと諦めてリセットできる力、判断力と申しましたけれど、事業を複数展開できる力っていうふうに読み替えた方がいいのかもしれないですね。これは YouTube の台本には書いてないんですけれど、今話をしてて、そうなのかなっていうふうに思いました。ブログの記事にはこれもちゃんと書いておきますので、記事の方も読んでみてください。で、まとめになりますけれども、プロになるためには、フリーランスになるためには、必要な力は自由であること、これにつきますね。で、あと、執念深く考える力と、事業を複数展開できる力、この3つで、この3つの力を身につけるために、特に最後は、これはフリーになってからだと思います。会社経営になってからですので、この最初の2つ、自由になる力と執念深く考える力、これを身につけるために、学生さんは、大学で頑張ってみるとか、就活で頑張って、まずはサラリーマンをやってみるとかされるといいのかなと思います。今日は、プロになるための3つの力、プロになるために必要なものベスト3、才能は必要なのか、能力はいらないという話をしました。チャンネル登録していただけると、嬉しいです。また、いいねっていうのをポチッとやっていただけると、YouTube、動画作る励みになりますので、よければお願いします。また、ブログの記事も、ぜひ読んでみてください。それや .me から、いけますので。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。